知ってる人は知っている、片親パンっていう言葉あるじゃないですか。あれ見て思うんですが、あの言葉が効くか効かないかは人によると思うんですよね。僕は片親ですが、別に片親パンって言葉効かなかったんですよね。なぜなら僕が片親だろうと世間的に何の影響もないからなんですよね。ちなみに僕は片親パンに影響されて、久々に4個入りのクリームパンを買いに行きました。久々に食べたけどめちゃうまかったです。まああれは、使ってる側の悪意やマウント精神は満載ですが、あなたが片親だろうと、世間的には全く問題ないと思いますね。別に一般人は他人が片親だろうとどうでもいいと思うので、気にする必要はない言葉ですね。